じゃあ、トーマの、デートイベント行きましょう。なんて読むんだろう。なんて読むんだろう。歌詞、ヤジ の日頃の業務。なんて読むんだろうね、あれね。トーマと約束した場所？トーマファンも多いのかな、やっぱ。ファンも多そうよな。ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかね。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ。まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でも、そういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね。ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？そう思えんけどな。ん？そう思ってくれるなんてとても嬉しいよ。俺は別にどうも思わない。シャブ業の警視としてもともと目立つような行動を取るべきじゃないからね。でも主人は客に従うべきとも言う。もし君に何か考えがあるのなら俺に教えてくれるかい？そのアドバイスが理にかなったものなら俺も君と一緒に試してみたい。じゃあ俺はここで待ってるよ。何か必要があれば俺に言ってくれ。ふむ。